ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。今日は、都営丸ごと切符を使います。用事は無料です。早速、都営新宿線に乗ります。京王の車両が来ました。生麦生米生卵。ここは、副都心線と東急東横線の渋谷駅です。昔は、ヨーロッパ風な地上駅だったのに、副都心線と直通するために、今は、地下駅になりました。都営丸ごと切符買ったのに、ちょっと、ポケモンセンターへ行きたいので、寄り道します。東京メトロは、お金払わないといけないなぁ。副都心線の車両が来ました。メトロ7000系頑張るなぁ。いつ廃車になるんだろう？ホームから渋谷駅の外に出るまで迷路でした。これが109か。ここが道玄坂です。渋谷って感じがする。スターウォーズ。渋谷のスペイン坂です。六本木通りと駐日スペイン大使館をつなぐ坂です。喫茶店アラビカの店主がスペイン坂って名前を付けたそうです。スペイン坂という愛称に合わせた南欧風の街づくりがなされていますね。ここが階段部分です。段数は23段です。ポケモンセンター渋谷に到着。ピカチュウがいる。ポケモンソードシールドのメッソンですね。ヒバニー。モルペコ、モルペコー、ペコペコモルペコー。草タイプの猿乗り。ポケモンセンター渋谷は黒い。さて、都営丸ごと切符を使いに行きましょう。東急の青ガエル、出羽五泉駅です。中堅八高です。続きます。